中国で使われる SNS で台湾の頼清徳総統が演説した内容の一部分が送信できないことが分かりました。こちら昨日の頼清徳総統の演説内容なんですが、台湾の人は平和を愛するという内容に関して送ってみますと、このように送ることができます。ではですね、この中華民国の存在を認めてほしいという内容を送ってみますと、こちらには届かないですね。21日、中国で最もよく使われている SNS WeChat では、頼氏の演説内容の一部が送信できないことが分かりました。中国が認めていない中華民国といったキーワードでブロックしているものとみられます。また中国の翻訳アプリで中国語から外国語に変換する際、台湾という単語は翻訳できますが、台湾独立という単語が翻訳できないことも確認できました。中国は一つの中国の主張を認めない頼清徳氏を台湾独立工作者として強く非難していて、頼氏の就任演説の内容の拡散を防ぐため SNS などを規制しているものとみられます。